ムン立ち込めるスキューバいや、まあ、ちょいちょい使っていこうかなって。ラップローダーの、審査をお願いします。ふんさんと松さんの普通というユニットです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通のふんです。普通の松です。じゃあ、今日はこれに、はい、あのラップローダー応募いただいた音源が全部入っておりますので、これで、まあ、今から、ね、こういう選考用紙も用意して新川さんが作ってくれましたはい、じゃあ、まあ、早速聞いていきますか、とりあえず。そうですね、はい、じゃあ俺再生していい？どうぞ。じゃあ再生します。はい、1曲目が、はい、ユニークアーツの、はい、という人たちのバイブレイトという曲ですね。はい、ユニークアーツ知ってる？いや、じゃあ聞いてみま、聞くか。いきます。ラップビートじゃねえかこれラップビートだろ、どう聞いても。ちょっと待って、ちょっと待って、一回戻す。ラップビートじゃねえかよ、だまよちょっと待って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 、先行中止ちょっと、はいはい、まあ、ラップビートさん、はい、1年ぶりの連絡これそういうことですね。片玉、お前さ、ラップローダー投稿してくれてありがとう。だけどさ、先に謝れよじゃあこれは笑え、実写だね。ちょっとこのもたるところから目を戻すところ、本当に実写フロー、実写フロー。いや普通にすごいかっこいい。いやいいね。あのね、取りに来てる感があるよね。はいはい。注目されに来てる。皆さんどう？かっこいいね。あれ俺が言ったことってほとんどないんだけど。じゃあ次の楽曲いきます、はい、じゃあ、ブース書き終わったぐらいになってみましょうか。これインストですねあ、なるほど、インストも来てるんだね、ちゃんとね。はい、そうですね。いいね、倍率高いですね。高い、やっぱ。じゃあちょっと、まあそうだね、トラック提供っていう文化も、ね、そうズラップに外せないものだからね。でもインストのレベル高いんですよ、まあ、でも今まで聴いたやつもそのラップが乗ってるものもそうしてたけど、はい、これはあれだよね、そのトラックも全部そのさ、ありものじゃないものに使ってるの。ありものでもその許可がちゃんと連絡ついて、ね、そのトラック提供、あ、そうなんですよ、提供者に連絡ついてるやつは OK。 でもやっぱインストも今のところのやつも全部かっこいいし。聞いたね。聞きましたね、一気に。これ全部聞きました、はい、聞きましたよ、ちゃんとこれ、はい、30曲近く、はい、いや、とりあえずご応募ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。率直な感想どうでしょう、このネットラップの人たちが、まあ、うん、割と、まあ、バイブスの高い人たちが、まあ、こう、そうだね、集まってくれたと思うんですけど、結構ね、はい、うん、ネットラップのどっかのサイトに、はい、偏る感じでもなくてね。そうだね、確かに。そのスキューバがあらゆるポータルサイトをさ、はい、を取り上げてるわけだけど、まあ、セカちゃん、はい、ニコド、まあ、ここが今アクティブなところの2つなのかな、まあ、で、アンダーグラウンドシアムとかアルカロイドでやってた人もいるし、はい、それにコエブとかからも ね、 そうね、参戦してくれたりして、うん、まあ、俺らはカルチャーを垣間見ることができたよね、これで。音楽性も幅広いですよね。あ、そうですね、すごいドアングラなところのラップ、ラップだったりインストだったりがドアングラーなところから、すごいポップでキャッチーなサビがメロディーで、はい、ビートも明るめで、はい、メッセージも分かりやすいものとかも、まあ、あとマイクリレーの投稿もあったりとかして、はいはい、
いや、海田さん、スキューバーの動きがちゃんと実ってる感じなんじゃないですかね。ありがとう、本当ありがたいです。本当に参加してくれた人たち の, あのバイブスあってこそ。いや、本当そうですよ。ブーンさん、ないの、うん、俺ばっか喋ってるけど、いつもまあ、でも、あれだよね、うん、ここ一点で取りに来ている人の あれは伝わるよね。わかるわかる。楽曲の作り込みとかも見えとかが結構わかりやすいバロメーターなんだけど、うん、まあ、あとラップの気合とかだよね、本当に精神的なところの。そうだね、うん、テイクの気合がね、やっぱ取り来てるやつはわかるよね。作り込みとかもそうだし、その点でやっぱ今回この、まあ、髪を見比べてさ、3人で反応しながら聴いてたけど、ある程度その俺的にはこいつ取り来てるなって曲は3人とも同じラインで評価してたりとかしてたし、はい、まあ実際にね、これは賞金が出るわけだし、 CD もね、はい、発売されるわけじゃないですか、はい、ってことはやっぱそこのそこを意識してるかどうか別として、ウェブにこうフリーで上げる音源ではないっていう気合が入ってるのかなと思う音源は結構高評価だった、はい、俺がそういうふうに感じたものは高評価だったんじゃないかなと思いますね、はい、これボリューム2以降に、収録への大きなヒントなんじゃないですか。まあそうです、ね、取りに来いと。でさ、一つさ、はい、提案。え、何？ゆみし、どうしたの？いきなり。提案があるんですけど、はい、おみっとくんに。はい。あのですね、はい、今回の、はい、投稿してくれた、応募してくれた人たちの中から、一人、特別賞みたいにラッパ選んで、はい、ペンタフォニックフィーチャリング特別賞で、はい、スキューバ限定フリーダウンロードっていうの、どうすかね。あ、いいじゃん、それ。面白いね。そうですね。特別賞。はい。え、そんな2つ変じゃん。地球が的にいいよ、それは。そのオリジナルコンテンツとしても面白いかなと思うんで。うん、よし、じゃあ、決定！はい。今回、投稿してくれた30曲余りの中から、まず7曲収録される。はい。その中で、特別賞を決定して、はい、その特別賞に輝いた、楽曲作った MC アンドペンタフォニックで、うん、スキューバ上のみ限定ダウンロードできるフリーダウンロードの曲を制作し発表します。イエイ。楽しいね、これね。楽しみだね。まさかこの仕事受けたらラップできるとは思わなかった、俺。そう。俺、間違いに投稿するとこだったもんな、プロが。あ、そう、マジ。俺、絶対ねじ込むつもりだった。あ取りに来てる。取りに来てる。出すところだった。DJ オミットディス。じゃあ、ありがとうございました、今日は。いやいやいや、こちらこそ本当にありがとう。はい、楽しかったね。楽しかったね。うん、まあ、まだここから本当に完璧絞る作業があるから。はい。一番きついところだけどね、はい、まあ、ぜひちょっとラップローダーの完成を楽しみにしててください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしく。よろしく。普通でした。ピース。